はい、それでは次のセッション開始いたします。栗林健太郎さんで、いろんな言語を適材適所で使おうです。お願いします。はい、お願いします。ちょっとさっきハブとコンビニで言うのに過ぎちゃって酔っ払ってんですけど、頑張ります。いろんな言語を適材適所で使おうということで、テーマ適切な現地選択っていうのをどうしたらいいんだろうねって話をしたいと思います。そちらからすると、栗林健太郎と言います。人間たちからはアンチコ君とか呼ばれております。皆さんもどうぞお呼びください。アンチコ君まで名前なんで、継承してないという場合はアンチコ君さんさせてください。GMO ペパボという会社で技術責任者ということをやっております。まあ、こういう感じで皆さんすでにお話しさせているところですが、あ、僕はなんかこうやってくださいみたいなやつなんですよ。で、そうやったらこうなったみたいな感じなんで、僕は関与してないんですいませんってことで、まあ、うちはメディア募集してるんで、ぜひご興味いただいたら応募していただけるといいなと思います。はい、で、ちょっと話になりますけれども、まず問題意識として、皆さんここにいらっしゃる皆さんはやっぱり開発をしたい方だっていう人が多いと思います。もその中でやっぱり昔に比べてやるべきことっていうのはすごい増えてきたなっていう実感あると思うんですね。それに加えてやっぱり技術環境の変化が激しいし、あとはまあモバイルとか、まあ、そういったところで、対応するデバイスも増えている。でその中でまあ選択肢は増えてるんだけれども、技術って一度採用しちゃうと簡単に撤退するとかそれはできないものだから、やっぱり慎重になるよねってところはあると思うんですよね。なのでこういう環境でどうやったら最適な技術選択ができるのかっていうのはかなり大きい問題だと思うので、そこについて考えたいなと思っております。まあ、基本的にはまずはウェブアプリケーションの OSS な言語について、まあ一旦ちょっとあまり全体的な話を集中しなくなって、そこについて話そうと思っています。で、プログラミング言語の選択に関して、まあ、こういう話がありますと、なんかいろいろ変な文章書いてたらプログラム不要なんじゃないかみたいな話があって、まあ、こういうニュースがあったんですけど、まあ、それがまあ、ありえないですよね。で、まあ、さっきの話にしても、まあ、そういう仕組みを採用しているっていう意味では技術選択を行っているっていうことだと思うんですよね。で、これはまた最近できたテックランチできた、データですけれども、まあ、こうやってスタートアップの皆さんがいろんな言語を選択していらっしゃると。で、まあ、何を選択しているかというのはあんまりここでは特に議論対象としたいわけではなくて、なんかオベクティブ C がタワータイムの言語と言ったりって入ってるんですけど、まあ、よくわかんないんですが、まあ、何を選択するかっていうのはとりあえず置いておいて、どういう基準でもって、プログラミング言語とか、あるいはもっと広く言えば技術的な、選択を行う必要があるのかっていうことを、まあ、議論したいんですね。どの言語がいいかというと、例えばさっき言って、この中で出てるのって上の8つぐらいなので、いや、うちはなんかスカラやってるしみたいなとかいろいろあると思うんで、まあ、それだけ結構やっぱ選択肢ってあると思うんですよね。なので、ここではどう選択すれば後で後悔しないかっていう考え方みたいな話したいなと思います。でそもそも基本的なことですが、まあ、選択の目的ってやっぱユーザーさんに提供する価値を最大化する。最大化するために、まあ、効率のいいものを選ぶというのが、まあ、まず目的ですよねと。それに加えて、まあ、僕が携わっているところとかは、特に継続的にウェブサービスを提供する感じで、例えば10年やっているサービスがあるので、やっぱ持続性というのが結構重要かなと思っています。で、プログラミング言語の話をするので、プログラミング言語はいろんな言語がある中で、選択肢いっぱいあるわけですね。その中で何を選ぼうというときに、まあ、いろんな要因があると思うんですけど、大きく分けると、大体この3つぐらい軸があると思っています。まあ、そもそもプログラミング言語なので、プログラミング言語自体の特性というのはあるでしょう。で、例えば OSS の言語というのも基本的には、まあ、対象にしているので、そこに携わる人々のコミュニティで、その人々のコミュニティが実際に算出して作られる、まあ、エコシステム、環境というところの3つで、まあ、大体決まってくるのかなと。で、言語自体の制度
ここに思いつくだけ機能が書いてあるんですけど、まあ、いろんなことがありますよね。まあ、多分なんか皆さんの中ではいやこれがないとっていうのはあると思います。でコミュニティというところだと、そうですね、上の方は何だろうな、例えばそのパールとかルビーとか その実際にリリースに関わっているところの、まあ、やり方とか、あるいは下の方になってくるともうちょっとこのヤブシアジアっていうのもそうだと思いますけれども、このリーナスコミュニティというところで、まあ、それぞれで、まあ、いろんな言語でその歴史とか経緯とか、あるいは携わっている人とか文化とかそういうのがあって違うと思うので、まあ、そのあたり考慮する材料になるのかなと思っています。あとはエコシステム、OSS で開発しているとなると、まあ、言語そのものだけで、すぐということはまあありえないですよね。特にパールをやってらっしゃる皆さん、まあ、僕ですけれども、C パールというのがあって、それのおかげで、まあ、言語ともう本当にエコシステムが一体化しているというところが、やっぱりパールの魅力の一つでもあるよなというところは思うところなわけです。で、そうなると、まあ、こんな、なんか表とか作らないですけど、頭の中ではなんかこういう感じの表を適当に作ってるイメージで、あの言語がいい、この言語がいいみたいな、あ、やっぱパールいいじゃんみたいな話をしてると思うんですよ。っていうのが、まあ、ここまでは基本的な話だと思うんですけど、ただ、先ほど申し上げたように、ウェブサービスをしている上で、やっぱ継続性というのは非常に問題だと思っていて、さっきのような表を作っているのは、スタティックというか、その一時的な評価に過ぎなくて、それはその時はそうかもしれないけど、状況ってどん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 変わっていくんで、その状況の流れの中で、やっぱりちゃんと決定していかなければいけないんじゃないかなというのを、もうこの、ずっと考えている感じで、結構そこをどうしたらいいのか、技術選択ってなると、そこがやっぱり、じゃあ今、適切な技術選択をしてくださいって言われて、するのは、なんか、適当さっきの表みたいに作って、選べればいいだけなんで、まあ、できるっちゃできると思うんですよ。だけど、それを、例えば5年後まで価値を提供するためにするっていうのは結構難しい。で、まあ、いろいろ、この辺は、前に僕が技術的に負債についてお話をしたんで、詳しくは後で見ていただきたいんですけれども、時間の流れの中で、どういうふうに、資本と負債っていうのを考えていくかっていうのが必要だと思うんですよね。で、その選択肢を、時間軸に沿って、まずにしていくと、例えばこういう感じになっていて、でそれぞれの、選択をしなきゃいけないタイミングっていうのが、時々に訪れるわけですよね。世の中の技術環境とか、あるいは事業環境とか、流行りしたいこともあると思いますけれども、まあ、その中で、つどつど選んでいく。その流れの中で次にどうなるかというのを読みながらやっていくというところがやっぱ難しいことである一方で、我々人間ですから、やっぱり先のことは全然わからないと、そういう流れになるよなっていうことはわかるけれども、で実際に、どうなるかというのはわからない。例えば、まあ、ちょっと前までは PC のウェブアプリケーションがまあ前だったけれども、そこからどんどんみんなのモバイルシフトしていって、その後、まあ、例えば厳しくなってきたゲームを考えたりとか、まあ、そういうところがあって、なんか将来的にいろいろあるのか分かっても、それがどうなるかって分からないので、やっぱり必要なのは将来に対してオプションを確保していくということがやっぱり必要なのかなと思っています。で、まず一つ、将来に対してオプションを確保していくというお話なんですけれども、まあ、見えない以上はそのどう変化するのかわからないので、変化に対応する、なんだろう、技術的な選択というのをまた行って、それで何が来てもいや大丈夫ですよというようなお話をできる方がいいんじゃないかと思っています。あとは結構これは一般的にという考え方をしてますけれども、今日僕自身の反省として、やっぱり何かをやるときにいい面だけやって、あ、採用採用みたいな感じになるんですけれども、まあ、いや、これなんか絶対に後で、いや、やばかったなっていう大変があるので、そこも考えてやる必要があるよなっていうふうに思ってます。で、なんか、マイクロサービスみたいな話が最近はありますよねということで、やっぱここも、争
比較して、まあ、こういうのがあるといいよなみたいな話だというふうな理解があると思うんですけれども、この議論でいうと、適切な認知選択をする、まあ、あるいはその前提としてアーキテクチャから考えていかなければいけないのかなというふうに僕は捉えています。マイクロサービスについて話すまではないので、あまり細かい話はしませんけれども、まあ、こんな感じ、皆さんの関係左側、こっち側が、まあ、従来的なものですね。この色のついたものが一つの機能だと思います。一つの機能、いろんな機能が同じものの中にあります。それを、そのセットを横にガーッと並べてスケールアップしましょうというのが従来的なアーキテクチャだったのに対して、マイクロサービスっていうのは、一つ一つのちっちゃいコンポーネントの組み合わせっていうのを横にガーッと並べていきましょうというのが、まあ、専門的な考え方だと思います。で、まあ、これはフッパと高井さんがいろいろまとめになっているんで、詳しい話はぜひ彼のブログを読んでほしいんですけれども、で、まあ、こういうふうにして、このこう大きいところをじゃあ撤退しますって言っても、なんかレールとか、まあ、ファールだと何になるか分からないけれども、まあ、そういうのでガーッと進んじゃうと、その撤退率の取るところのコストが非常に上がると思うんですよね。ただ一方で、そのマイクロサービス的なところ、その先に対する撤退率を考えて、このことをやったところで、今度はバラバラだったので、調整コストがやっぱり。そこでどの辺に均衡点があるのかっていうのを定めるっていうのが、まあ一つ、技術センターの機能っていうことになるのかなと思ってます。で、撤退コストっていうことで言うと、まあ、あ、いやこれああったなと、これこのセンターが間違ったから次はこうしましょうっていう時に、撤退説明コストということで例として、まあ、適当にこの辺に上げているところです。で、調整コストということで言うと、まあ、分散しちゃうとそれなりに、まあシステムアーキテクチャ的にはそのコンポーネント化通信みたいなのが発生して、まあ、当然オーバーヘッドがあるだし、開発としてはなんか手元に一つのアプリを開発するのになんか5個も6個もクローンしていて、それを同時に立ち上げるみたいなことが結構大変だと。で、とはいえ、まあ、各自に対して、対応するには、まあ、分散化をしましょうというのが基本的な考え方ではあるので、まあ、証券の、有価証券とかで言われる中では、ポートフォリオ内に多くの技術を組み込んで、かつそのポートフォリオに組み込んだ証券の、それぞれの関連性、相関を、まあ、少なくしていこうという話が、まあ、定石としてあるわけですけど、ただ技術っていうのは、最初に言ったように、一回採用してしまうと、有価証券の組み込んで売るみたいなことが、そんなにできないんで、まあ、そこは結構まだどうしたらいいのかなというのは考えていく必要があるのかなと思います。というのが今ちょっと実質なアーキテクチャという解説というところだったんですけど、言語の話もそうですが、アーキテクチャの話もそうだし、どんなに素晴らしいものがあっても、それを僕らが、僕らというか、我々が受け入れられないと、あんまり意味ないわけですよね。当然、いいものがあっても、それを受け入れて使えないといけないわけだから、そういう意味では、変化への組織的な対応というのが、まあ、必要なのかなと思っています。で、ただそれって結構、まあ、ある意味何かいいものがあって受け入れますみたいな感じなんで、それはそれ重要だと思うんですけど、たださっきの、3つの決定要因ということで言語の特性と、コミュニティエコシステムでありましたけれども、そこに対して影響力を行使することができれば非常に強いと思うんですよね。なんか株を買っていて、なんかその株を買えた期間になんかガッとその買えたいい感じになるような感じで影響力を行使する強いです、まあ、そういうことも同じだと思うんです。で、組織能力を上げるといっても、まあ、いろんな要素があって、今20あると思います。まあ、左側の方に大きく書いているのが、まあ、組織が技術を受け入れるための能力で、こっち側の方が、まあ、どちらかというとその技術のコミュニティやエコシステムに対して影響力を行使できるというような能力というのをそれぞれ、関与していく必要があるのかなと思っているところです。で、まあ、これはもううちの会社の取り組みですけれども、やっぱりちょっと研修とか、そういうところに非常に力を入れていて、
これは先週お話ししたスライドの1枚かぶってきたものですけれども、まあ、まずは技術に対して経営能力を高くすることで、まあ、新しい言語を来ましたら全然やりますよみたいな、あるいはそのいろんな言語を知っててできる人が組織の中にいればその言語っていうのを取り入れることができる、つまり確実性に対して対抗できるところだと思うので、そこは支援していきましょう。もう一つはやっぱりそのコミュニティとか、エコシステムに対して直接的に影響力を行使するっていうのはやっぱり会社としても非常に重要だと思ってるんで、でもその前に座ってらっしゃる柴田さんとか、まあ、そういうような人を OSA さん、チーフストみたいな人が会社にいて、で直接もその自分たちが使っている言語に対して影響力を行使すれば、まあ、ある程度いい感じになることはあるんで、まあ、そこは重要だなと思ってやってるところです。で、なんかよくそのイスラエルですけど、あの僕の会社もその新しいサービスに関してレイズやってるんですが、もうレイズすごい大変で、なんか一回始めちゃうと、ここにあるように、なんか時速60キロ以下になったら死んじゃうみたいな、その永遠にこうバージョンアップし続けなきゃいけないっていう、まあ、それはまあ、ある意味大変かなっていうところはあるんですけども、ただそこ、逆に大変だと思うのは、それをできる組織能力とか、あるいはそういう人がいない、そこの力ができないと、あの僕の会社はそういう人がいると思ってるんで、それは逆に強みだと思うんですよね。まあ、そういうところっていうのを育っていくっていうのは非常に大きいのかなと。なので、例えば例の話をすると、エコシステムにジョインしてやっていくぐらいの勢いがないと、やっぱよろしくないよねと。そこは別に、言語的な特性とか、そのフレームワークがどうとか、それだけじゃなくて、やっぱり受け入れる側の体制というのが必要だと思っています。はい。というわけで、まあ、2年あって、自分たちと、あとは、そこに対して影響力というのを高めましょうというのがあって、これは、R の話でも、まあ、大川さんが、去年書いたエントリーですごいいい例があって、渋谷の周りの界隈のエンジニアの皆さんが、まあ、ライブラリのちょっと下のレイヤーのライブラリをみんなで作っていて、それぞれに影響を与えながらやっていってるという話があって、これ実際、こう皆さん、この僕らの周りで行われているっていうようなことがあったりするので、やっぱりそういうところを強めていく必要があるのかなと思ってます。はい、まとめです。で、まあ、一通りの話、自由選択っていうのは、そもそも、単に、パールが好きだとか、Ruby いいよねとか、そういうことではなくて、当たり前ですが、ユーザーさんに価値を届ける、その価値を最大化するために、まあ、より良い選択をしましょうということだと思うんですよね。で、選択において、3つ軸があります。決定要因に、言語自体の特性と、エコシステムと、組織能力っていうのがありますよね。それぞれで決まります。ただ、それで決めた時点で、そこでは良かったとしても、時間っていうのがどんどん進んでいくんで、その中でちゃんと正しい、その都度その都度正しいものを選んでいかないとよろしくない。ただ、よろしくないことは分かっているけれども、じゃあ将来ってどうなのって何にも分からないので、そのためには確実な将来に対して、まあ、選択肢を確保していくために、技術的な分野であるとか、変化に対応できるような、まあ、組織能力の関与、あるいは、外部との関係性を作っていくとか、あるいは影響力を与えられるような、状態にしていくっていうのが必要なんじゃないかなと思っているというところでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。質問などあれば、ちょっと時間になってしまったので、また今週に帰ってください。はい、その日にいますんで、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。